というところで ESFJ さん、この ESFJ が、うん、MBTI、はい、僕がそうだとは言いませんが、はいはい、カーシー博士の、はい、うん、カーシー博士はあれですね、あなたの行動を見なさいと、はいはい、で行動でやっていくと、うん、僕は ESFJ になる、はい、ので、うん、混ぜるな危険ですけども、うん、僕は ESFJ だとこんな感じでは ESFJ 内向感覚を伴った外向感情タイプです、はい、ESFJ は支援的で起点が利き、うん、秩序を守って他者の立場に立とうとすると、うん、秩序ですからね、はいはいはい、ルールですから、うん、持ち出すのが他者と良い関係を持ちながら、うん、課題を遂行することに高い価値を置き、うん、課せられた仕事を遂行するために人を組織立てたり、うん、計画を立てて、うん、共同共に働くことに喜びを見出します、はい、なんで ESFJ の思考の序列は、はい、感情機能、うん、共感、人の気持ち、うんうん、立場、はいはい、で感覚機能、うんうん、どうしたらいいんだろう、うん、で直感機能、うん、ああしよう、うん、思考機能と、はい考えるのこれって、うんうん、いうとこですね、はいはい、苦手な分すっごいわかる、はい、この4つの並びだけでも、はい、なんか起承転結が見えてきますね、うん、ESFJ の組織への貢献の仕方、人と働くことで力を発揮しチームワークなどを得意とする、うん、相手に喜んでもらうために一人一人の要望に関心を払うと、締め切り納期通りに正確に仕事をやり遂げる、うん、規則や権威を重んじる、日常の業務を効率的にこなすとありますね、はい、というこの ESFJ さんのリーダーシップスタイルは他者と個人的なつながりを強めると、はい、良い人間関係を築いてみんなの善意を獲得する、うん、みんなに情報が行き渡るように配慮する、うん、物事に一生懸命取り組むことや、はい、やり遂げることの見本を示す、はい、一生懸命取り組まなくても、はい、やればいいんだよっていう人もいるじゃないですか。その別に一生懸命ならなくてもさって、成果一緒なら一生懸命ならなくてもいいですって、一生懸命やらなくてもいいし、一生懸命やってるんですよって話ですよ。その一生懸命やってるのを、はい、まあ、淡々とやってるみたいな態度で出してないって話ですよね、はい、組織の伝統を維持するとありますね、うんうん、でこの ESFJ さんのラーニングスタイルはまずは体系立てて学んでいることについて人と十分に時間をかけて話し合ったり直接関わったり、そういうのに参加しながら学ぶと、はい、なんでまず体系立てて学んでいることについて人と十分に時間をかけて話し合ったり、ググレカスって言われそうな人ですよね、うん、誰が ESFJ さんが言われる側、言われる側、はいはいはい、僕昔よく言われたなと思って、はい、GGRKS で、でもそれ立場によるじゃないですか、はい、なんか部下とかだったらググレカスみたいな感じですけど、上司とかだったら言えないじゃないですか、はい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 、でもこれはね、でも、うん、今は本当に先にネットに聞くのがいいですよね、はい、まあですね、すで、はい、に実績のある応用方法や実例などの実際的なことから学ぶことを好むと、はい、でこの ESFJ さんの課題解決のアプローチ方法は価値観に照らし合わせたり人への影響を考慮し F っていうよりも、まあ、まあ価値観っていうのは自分のやりたいこととか、はいはい、うんうんうん、こう思った、うん、こう思ったこう思った、はい、でなり、はい、でこの課題の核心と関係がある事実や課題解決において利用価値の高い具体的なことを収集しながら解決しようとする、うん、そうなんです。こう思ったことを肉付けようとしてバーってやっていくと、はい、まあ事実が分かってくるじゃないですか、はいはいはい、で、あ、じゃあこうしようこうしよう、うんうん、こうしようこうしよう、うん、っていうことだろうなって、うん、こう思っただけじゃなく、こう思ったから肉付けしていくと、はい、調べていくと分かってくるじゃないですか、はい、でもっと良い解決に導くには
解釈方法について確認したり、意味を追求したり、これが N、気持ちとは関係ないところで物事を論理的に分析する必要があると、これが T、なんでこう思った、解釈が1個なんですよ。僕がこう思ったからです、ね、僕がこう思ったんだ、はい、っていう危険性はあるよってことですね、なんでまあ慣れてる仕事ならそれで問題ないんでしょうけど、特になんか慣れてないようなことだと、こう思ったっていう解釈が1個だと危険だよってことですね、だとまあちょっと違うタイプの人に、はい、こう思ったんだけどさって言うと、なんで、ってえって言うのはあるかもしれないですね、まあ、ちょっと説明してとかって言われる、そうあれあれ急にドキドキしてきますね、はい、会長に説明してって言われると、はいはい、でもまあこれが会社ですよね、というこの ESFJ さんが好む職場環境は、誠実な対応や協力的で人を支援することが求められる、みんな大谷くんがいいんですよ。周りみんな大谷くんですよ、はいはいはい、もう、まあ、理想ですよ。みんながゴミを拾って、はい、みんなが160キロ投げて、はい、みんなが30本以上ホームラン打つっていう、はいはい、で人を支援するための適切なゴールが設定されると、人を支援しろと、で組織立っていることや効率的であることが奨励される、人間関係が有効である、個人的な関わりや他者への思いやりがある、事実を扱い価値観が大切にされると、あ、一部の自分の F を上手に使えない人、あ、みんな F ありますもんね、僕が T あるように、優秀な F はたくさんの人の立場に立って全員にとって気持ちのいい結果を出せる才能がある、まあ、ナウシカですもんね、はいはい、ただ共感能力を自分に向けて使わず他人に欲求しようとするのがダメなんです。共感能力を自分に向けて使わず、まあ、人に求めるって話じゃないですか。別れよっていう話じゃないですか。それが良くないっていう。ああ、僕がよく言う察せよですね。察せよ。察せよ。うん、自分が察したらいいっていう、相手の気持ちをうまく察することができれば、察する相手の気持ちを察してうまく転がすことができれば、うまくいくみたいな。察せよって言った瞬間に、お前が察してないじゃんって話ですね。なんかね、やっぱり負の感情って、はい、人に向けた瞬間、自分に向いてますよね、それって。あ、向いてますね、はい、それは思います。今察せよって言った瞬間に、はい、察しました、はいはい、考えられる弱みは、はい、衝突をあえて避けたり問題を見て見ぬふりをすると、あ、これはね、わかる、はい、相手を喜ばすために自分の考えや気持ちを優先させないことがあると、していいのって思うんですよ。相手を喜ばすために、はい、自分の考えや気持ちを優先させないことがある。あ、はいはいはい、相手が喜ぶならいいじゃんって。相手を喜ばせたい。要は相手ってお客さんですもん。はい、でも相手はお客さんだけじゃないですよ。負けた方がいいじゃないですか。仲間も相手ですもん。あ、今これに説教しましたね。これ多分自分を、はい、自分が我慢するって話ですよ。が考えられる弱み、我慢しなくていいって言ってる。我慢しなくていいって言ってる。あ、こちらが正しい筋道が立ってて正しいことであれば、はいはい、自分を優先させればいいじゃないか、っていうことですね、とか、まあ、自分がやりたいことをいつも我慢してるみたいな。なるほど、相手や組織にとって良いと思ったことを押し付けてしまうことがある、はい、冷静に物事の距離を取らず全体性を見失うことがあると。まあ、冷静にですよね、はい、クールにですよね、はい、熱くなっても。という成長のためのヒントは、一人一人の違いについてもう少し関心を払うようにし、対人間の対立をマネジメントする力をつけようと、一人一人の違いについてもう少し関心を払う。なんか僕やっぱり ESFJ なのかな、かもしれない。本当これを学ぶまで、みんな僕だと思ってたんですよ、僕が正しい、だって僕だもん、みんな僕だもん、僕はこう思ったんだからそうだよね、みんなそう思ってるはず、はい、はい、違う、うん、っていうことが最近分かった。違うの、って言うじゃないですか。思う、はいはい、自分のしたいことや求めていることを仕事に反映させる、
自分を出せって言ってますね、うん、ずっと自分を出せですよ、人に合わせてばっかりみたいな。ああ、なるほど。真に必要とされていることが何かを知るためには、うん、物事を気持ちで聞くのでなく客観的に捉えましょうと、うん、より論理的かつ対極的な結果を考慮して判断を下しましょう、うん、僕やっぱこれだなこれな気がしてきました。はい、はい